ステマンです。今回は現在地上波でも絶賛放送中の注目のパラルアニメ6選をテンポよく簡潔に解説したいと思います。動画の最後におまけコーナーもやります。はい、1本目のおすすめ作品はこちらの喧嘩ドッグです。私の大好物は限界がてんこ盛りな作品で、最弱高校生が喧嘩を独学で学び、 YouTube ならぬ YouTube で動画配信者として、弱者が努力を重ねて強者に立ち向かっていく展開、動画配信あるあるネタ満載で、まさに近年のトレンドをわしづかみにした作品です。喧嘩動画配信に恋愛や友情要素なども織り込んだ本作は、世界で20億回以上読まれた激アツライン漫画がアニメ化された作品ですが、全世界で観覧数100億回超えの大天使上主義を手掛けたテジュンさんが原作を手掛けている作品です。テジュンさんは韓国人でタレントもしていて、とても爽やかイケメンな印象ですが、若くして漫画家として成功されています。すでに地上波でも放送された8話まで見た感想としましては、とにかく毎週ずっと面白展開で中だるみ感がなく、終始ワクワクさせてくれる傑作品です。ちなみにこの鶏の覆面をかぶった YouTuber の喧嘩に勝つためのレッスン動画を参考にして、主人公の少年は喧嘩に勝つ秘訣を学んでいくストーリーとなっていますが、ネタバレを警戒しまして、そろそろ1本目の解説は終えようと思います。ちなみに私の評価では星 4.5 はつけたい作品ですが、現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信してますので、未見の方はぜひご覧になってみてください。2本目のおすすめ作品はこちらの怪獣8号。主人公の日々のカフカは怪獣を討伐する日本防衛隊になる夢を持っていたが、行動力は人一倍だが戦闘力が伴わず、いつしかその夢を諦めかけ怪獣専門の清掃業で働いていた。そんな中、謎の小型怪獣が口から体内に入ってしまい、まさかの自身が日本防衛隊から討伐される側の怪獣になってしまうのだった。そして普段は怪獣の姿を隠して人間の姿で過ごし、日本防衛隊のピンチの時に密かに怪獣に変身して窮地を救うのだが、多くの日本防衛隊はカフカの正体を知らないため、怪獣になっているカフカは討伐対象の怪獣なので、ピンチを救いに行くと逆に命を狙われてしまう展開。まあざっくりと解説しますとこんな感じのストーリーですが、現在地上波で放送された8話までを見た限りではなかなか面白い展開で、とても続きが気になる作品です。私的には星4くらいの評価ですが、現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、未見の方はぜひご覧になってみてください。3本目のおすすめ作品はこちらの転生貴族。探偵スキルで成り上がる、累計発行部数200万部を突破した人気漫画がアニメ化。弱小貴族の嫡子として転生した主人公のアルスは、一目見ただけで人の潜在能力が分かる探偵スキルを持っていた。ちなみに嫡子とは家の後継ぎをする子のことで、一般的には嫡子の長男を指します。アルスの探偵スキルで驚くほどの精鋭たちが次々と家臣となっていき、国の窮地を乗り越えていくストーリーとなっています。アルスの犬付けシリア・クレイザー役には、鬼滅の刃のカンロジミチル役などで時々となった花澤香菜さんが声優を担当していますので、花澤さんの活躍ぶりも注目ポイントだと思います。現在地上波で放送された9話までを見た感想としましては、数ある転生系のアニメ作品の中でもよく練られた斬新なストーリー展開で、なかなか楽しめる良作といえるでしょうが、アルスの人柄の良さから感動しないでしまうシーンが多々あり、子供の教育にも良い内容だと思いましたが、私に子供がいたら見せてあげたいと思えるアニメの一つです。また私の評価的には星4はつけたい作品ですが、現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、未見の方はぜひご覧になってみてください。4本目のおすすめ作品はこちらの忘却バッテリー。全ての球児たちにとって悪夢のようなバッテリーがいた。中学野球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手清峰遥と、切れ者捕手の自称要系の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのは、なぜか野球無名校の東京都立小手指高校だった。さらにキャッチャーの K は記憶喪失で野球に関する知識を失っていた。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも偶然同じ高校に入学していたのだった、というお話です。野球系のアニメはキャプテン、キャッチ、メジャー、ワンナウツ、ダイヤのエースなどが特に好きで、私的に高評価としている作品ですが、ここへ忘却バッテリーが割って入ってきた感じです。またオープニングテーマソングには、昨年の日本レコード大賞を受賞したミセスグリーンアップルが主題歌を担当してますが、私もとても好きな楽曲です。現在地上波で放送された7話まで見た感想としましては、記憶を失った K のこれからの復活劇もとても楽しみなポイントですが、未だに部員数も揃っていない小田市高校の野球部がどのように成長していくのかがとても気になり楽しみです。ちなみに K の声優はデスノートの矢上大手役などでおなじみの宮野守さんが担当しているので、さすがの立ち回りスキルで K の破天荒キャラ設定を見事に演じてますが、ここも見どころポイントでしょうね。これからどんどん面白い展開になっていく気はしてますが、現在までのストーリーを見た私の評価的には星4はつけたい作品です。現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、未見の方はぜひご覧になってみてください。
ウィンドブレイカー、偏差値は最低、喧嘩は最長、超不良校として名高い風林高校、そのてっぺんを取るため町の外からやってきた高校1年生さくらはるか。しかし現在の風林高校は暴風林と名付けられ、町を守る集団となっていて、てってってというお話です。現在地上波で放送された9話までを見た私の評価的には星4をつけたい作品ですが、現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、未見の方はぜひご覧になってみてください。6本目のおすすめ作品はこちらのザ・ファブル。幼少の頃から殺し屋の英才教育を受けた最強の殺し屋ファブルが、ある日組織のボスから1年間誰も殺してはならないという指令を受け、佐藤明と名乗り、妹という設定で佐藤陽子と共に平和な生活を送ることに。しかし様々なトラブルに巻き込まれていく中、ファブルは人を殺さずに任務を遂行できるのか。ちなみに本作に関しましては当チャンネルで2ヶ月前くらいの投稿で詳しい解説をしてますので、よかったらそちらをご視聴ください。また当チャンネル投稿開始から約3ヶ月となり、今回の動画が10本目の投稿となりますが、ザ・ファブルの投稿動画はかなり好評のようで、すでに1万2000回以上再生されています。まあまだチャンネル登録者数が50人程度なので、まだまだですが、50人程度の登録数で一撃で1万回以上の再生が回っていたらまずまずかもですね。現在地上波で放送された9話までを見た限りでの私の評価は星 4.5 は下第10作品です。はい、ということで今回は超映画紹介チャンネルでは初のアニメだけの構成でおすすめ6選をご紹介する企画をしてみましたが、いかがだったでしょうか。現在 Amazon プライムと U-NEXT で配信中で、さらに地上波で放送中のアガルアニメで構成してみましたが、今回はロングヒット系の下記の人気アニメは私的高評価作品ではありますが、殿堂入りレベルと認定してあえて割愛しております。はい、ここからはおまけコーナーですが、少し前まで地上波で放送されていたおすすめのアニメ作品をご紹介したいと思います。まずはこちらのシャングリラフロンティア、ファーストシーズンの地上波での放送が3月31日に終えたばかりですが、2期のセカンドシーズンが10月から日5枠で連続2クール放送予定となりました。週刊マガジンで連載されてきたシャングリラフロンティアですが、60年以上歴史を持つ雑誌において読者アンケート史上初となる4巻を達成し、ウェブ小説の累計 PV 数5億回超えを記録。誰もが持ち得るゲーム体感を通じ、新感覚のファンタジーを描く本作は、世に100の神ゲーがあれば1000のクソゲーが存在する。クソゲーを愛しクソゲーに愛された男サンラクがクソゲーの対局である神ゲーに挑む物語。一期を見た感想としましては、非常によく練られた作品構成で、ゲーム好きの人はもちろんのこと、ゲームをやらない人でも万人が楽しめるストーリーだと思われますが、私の評価的には星4はつけたい作品です。現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、一期をまだ見れてない人は2期が始まる前にぜひご覧になってみてください。続きまして、おまけコーナー作品目はこちらのこれだけレベルアップな件。少し前の3月31日に地上波での第1期を終えた本作ですが、作者スポーゼスが噂される中、私ももう続きは見れないのかと残念に思っていたのですが、なんとなんとよく調べてみたところ、第2期のシーズン2の制作決定の発表がされていました。電子漫画ノベルサービスピッコマにて累計 PV 数 6.5 億回を記録した本作ストーリーは、異次元と現世界を結ぶゲートが突如発生してから十数年、世界にはハンターと呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちが出現する。ハンターはその力を使いゲート内のダンジョンを攻略し対価を得ることを正義としているが、つわものぞろいのハンターたちの中で主人公の水篠駿は人類最弱兵器と呼ばれる低ランクハンターとして罵られながら生活をしているんだったという内容から始まる本作ですが、水篠駿はダンジョンの中での死の間際に自分だけが覚醒の先のレベルアップ覚醒をする条件をクリアして、その後見違えるような力を身につけていきます。はい、そして多くのファンが一番気になるであろう本作の作者死亡説の真相を解説しておきます。本作の原作者のジュゴン先生は現在も健在で、作画を担当していたジャン・ソンナク先生が2022年7月に脳出血により他界されています。作画担当と原作担当の区別がついていないファンたちの誤解が広まったという結論となりますが、ジャン・ソンナク先生が亡くなられる以前に本作は完結編まで描かれているため、本作のストーリーに影響はしないということとなります。ジャン・ソンナク先生の作画力は素晴らしく、第1期を見た限りでかなり映像描写などの迫力を感じたので、37歳の若さでの急逝にはとても残念でなりませんが、ジャン・ソンナク先生のご冥福をお祈りいたします。本作は現在 Amazon プライムと U-NEXT のどちらでもサブスク配信中なので、未見の方は第2期が始まる前にジャン・ソンナク先生の勇姿となった本作をぜひご覧になってみてください。はい、ということでおまけコーナー作品を含め8作品のおすすめのアガルアニメをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。結構頑張って動画達成してみましたので、よかったらチャンネル登録といいねのクリックボタンをよろしくお願いします。
9本目の投稿から1ヶ月以上空いてしまいましたが、並行していくつかのチャンネルを手掛けている中、こちらの私が作詞作曲などを手掛けるチャンネルでの活動がまあまあ多忙になっていたため、こちらの映画紹介チャンネルの投稿ベースがやや鈍化してしまいましたが、それでもザ・ファブルの投稿動画が1万2000回の再生を超え、引き続きこちらのアリソン・ジムリンちゃんの監禁の実話話の動画投稿も1万回の再生を超えてきているので、チャンネル開始から3ヶ月ほどの割にはまずまずな結果だとは思っております。はい、こちらの新たなチャンネルもよかったら応援いただけたら嬉しく思います。こちらのエアホップマンとしてのチャンネルでは漫画風にはしてますが、顔出しもやや改善してみております。大切な思い出を胸に隠して、あなたと歩むんだ。人生を忘れしかない年、あなたを忘れることができない。辛い涙が溢れたら気づかないふりをして、泣きたくても泣けない時も、苦しみを誰にも言えない時も、泣きも見えない時間の中で求める未来さえ見えなくて、今できることはただ強く生きるしかない。今がどれだけ
知り知らず夜熱いリズムで踊りたい。ということで、おまけのおまけまでお付き合いいただき、本当にありがとうございます。エアホップマンのチャンネルと、こちらの映画紹介チャンネル、どちらも頑張っていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。